妊娠中期でもできる血行を改善し体が楽になるペアストレッチをご紹介していきます。夫婦で行うペアストレッチは体を使ったコミュニケーションです。体を通してお互い向き合い、思いやりのある関係を作っていきましょう。どうしてもお腹の張りを感じてしまったら、無理をせずやめましょう。今回は、腰のストレッチを行っていきます。妊娠によって大きくなってきたお腹の重さを支えるために腰にいつも以上の負担がかかるので、どうしてもコリが生じてしまいます。今回のストレッチの目的は、そのいつも頑張っている腰を緩めて血行を良くし、コリを取ることです。まずママが長座、膝を伸ばしたような体勢になります。そこから右足を曲げて、左足を曲げて、はい、このね、曲げる角度、曲げすぎてしまうとすごくお腹に負担がかかってしまうので、お腹に負担のかからない程度で結構です。曲げていきましょう。はい、そしたら右手を引っ掛けるようにして左側に体をぐーっとひねっていきます。ね、よくやる腰のストレッチをまずママの方にやってもらってください。そしたらパパはこのママの体を支えるようにちょうど足を置いてあげてください。はい、両手で肩、両肩ですね、両肩を覆うようにしてあげます。そのままぐるぐるぐるっと回転するように少しお手伝いしてあげてください。こうハンドルを回していくような動きです。ハンドルを回していくような動き、支えてあげて、右の肩は少し前に押す、左の肩はぐーっと引っ張ってあげるような、そんなイメージです。はい、 OK。 では反対も行っていきましょう。足を変えて膝の曲げる角度を楽な体勢です。腰を伸ばすような、形をまず作っていきます。パパはとにかくママの体勢を支えるということが最大のポイントです。そこからハンドルを回すような形でぐーっとママの肩をひねってあげてください。そうすることによって一番ひねられているのはこの腰の部分です。腰がぐーっと伸びてきます。はい、 OK です。どうしてもパパの指の力が強すぎてギュッと握ってしまうと、その力がママに伝わって肩がどうしても緊張してきてしまうので、まあ、そういうところも防ぎながら、ね、会話を通じて、ぜひやっていただきたいなと思います。このストレッチは夫婦一緒になってお産や育児に向けて協力するものですから、ぜひその気持ちを忘れないように頑張っていきましょう。